悪いけどさ、それじゃ全然意味ないと思うんだよ。俺のミックの鼻とスピードはこの程度の例なら捕らえちまうんだから。こいつ俺たちの毛量を全部ち、カッコバックで中身が伴ってねえ。次は俺の芸を見せる番だな。芸だと、一体何を始めようってんだ。俺はニューヨークの街でとあるじいさんからシャーマンの教えを受けた。俺は黒いジャガーだ。黒いジャガーの末裔よ、お前の鼻は全てを覚まし、お前の眼は全てを見る。その足は全てを捕らえ、その爪は全てを裂く。この大陸で最も強いお前、ジャガーの呼び声を受け止めたならば、ジャガーは魂を共にするだろう。チームザレンショコラブ選手、一瞬、たった一瞬でチームチグミ坊主選手を下してしまった。一体何が起きたのか、あまりに一瞬すぎてさっぱりわかんねえぞこれ。すごいスピード、あれは一体。うん、まさにジャガーだな。あいつ意外とやるわね。まさか自分にオーバーソウルするなんて。アンナ様、今のが分かったんですか？イエス、持ちコース。あいつは持ち霊のジャガーを自分の手足と顔に集中してオーバーソウルさせたのよ。具体的には多分爪や眼球、トランス状態になって霊任せになる憑依合体とはわけが違う高度な技よ。つまりあいつはオーバーソウルでジャガーそのものに変身するシャーマンなのね。みんなジョコラブの能力にビビってやがる。こりゃかなり幸先のいいスタートになったんじゃねえのか、デン。ふん、それはどうかな。最初に見た時は俺も驚いたが、あいつはまるで予定調和といった具合の余裕ぶりだ。